宮野駅は山口県山口市桜畑2丁目にある西日本旅客鉄道山口線の駅である。島式ホーム1面2線で列車交換が可能な地上駅。新山口駅管理の無人駅であるが駅舎内に自動券売機が設置されている。下り線北側の新山口よりに駅舎があり、ホームへは構内踏切で連絡している。駅舎は2001年に 地域交流ステーションミ野ノと名付けられ、地域住民などの交流の場として活用されるようになった。同時に男女別の推薦トイレも設置された。実際には上記の乗り場番号はなく、上記の番号は列車運転指令上の番線番号である。新山口方面からの折り返しの列車も新山口方面行きホームに直接入線して折り返す。新山口方面からは、 両方の番線に入線可能。なお、マスダ方面から2番線には入線できない。出発は両方面、両番線ともに可能。山口駅方面からの列車の過半数は当駅で、折り返すため、当駅から山口、新山口方面は、毎時1の2本程度あるが、ツアーのマスダ方面は、列車本数が大幅に減り、2から3時間に1本程度となる。 夜間大泊は設定されておらず、当駅23時15分儀の最終列車は、旅客扱い終了後、改装列車として山口駅まで折り返す。1日の平均乗車人員は以下の通りである。山口市の市街地の外れにある。ここから先、増田方面は山の中になる。バス停は県道204号線上。駅舎からは約100メートルほど離れている。 ありがとうございます。